顔見たから絶対稼げる。本当に。じゃあ分かった。じゃあさ、気を見たら電話して。ね。残念。で、落ちたんじゃねえか。まあ、今のは必ず電話してくるよ。何落ち。ちょっと変態さん、いなくがね。おい。危な。 別に噛みつかないよ、この人。パスないの、あいつ。ね。ねえ、感じ、おまわりさんで行こう。 第二火曜日じゃないでしょ。はいはい、同僚あげて、どうしたの。丸山町で殺しだってよ。また誰か殺されたらしいじゃん。こんなことしてる場合じゃないんじゃないの。普通。どうした。うん。ねえ。
ガンジー笑ってた。俺ガンジーにつまずいたやつ初めて見たよ。今日は私たちにメモくれなかったね、おまわりさん。あ、ねえ、あっちは3軒目ってことでしょ？らしいよ。また殴り殺しちゃったよ。よくやるな。丸山町のどこ？ええじゃん、先にしょぼい公園だろ、うん、目の前のラブホは警官で満室だったよ。おかしくね？お前の勝負見てるか。ああ、自分で布団敷くようなホテルなんか使わねえんだよ。ガンジー散歩行くような顔してたな。何してる？勝手に触んの？昨日電話が面会に来なかったって。お母さんずいぶん心配したのよ。何してんだよ、消えろよ。消えろよ。事件をどう見ているのでしょうか。そしてこの町で日ごと騒ぎを繰り返す若者たちは何を考え、どこに向かおうとしているのでしょうか。彼らの心を癒すものは何なのでしょうか。今日私は久しぶりにこの町を訪れました。
装い榊原を名乗るチェーンメールが渋谷を中心に若者たちの関心を集めています。愚鈍な日本人諸君、僕を捕まえてみたまえという件名で、私はバツバツ人目の僕ですという本文に自らの写真を添付するというのが主流となっているようです。一体これはどういう現象なのでしょうか。若者たちはこの現象に何を期待し、何のために自らの写真を添付したチェーンメールを送るのでしょう。別に隠さなくたって。ねえ、あんたどこ住んでる？ロックンの渋谷。渋谷好き？暑いのに長袖長ズボンだから調査マガリってことでしょ。じゃあサムに決定。
露天だって知ってんの。それは俺が一発バーンと成功したらサクセスストーリーとして語るつもりだからいいの。要は騙してんじゃん。うわー人聞き悪いな。終わり良ければ全てよし。途中経過はまあ想像させときゃいいんだよ。それにサクセスストーリーに苦労話はつきもんだから。今苦労話だけ聞かされたって心配するでしょ。
行ってきます。今日合鍵作ってくんね。いい部屋だろ。うん、匂いが違うよな。おい触んなよ。マジうぜえよ、お前。お前昨日よくわかったな。ちゃんとリークされんだよ俺には。な、情報提供、協力依頼だと。なんだよそれ、諸課題だけはしっかり取るくせによ。なんで俺らには何にも言わないんだよ。稼ぎ時だっつうのにな。お前うまいことやってるよ。何、しばらくここ住むの？うん、多分。うん、じゃあ前の女どうすんだよ、悦子ちゃん。それからほら、目黒に住んでた子、あの子なんつったっけ、ほら、たまみ。あ、そうそうそう、たまみちゃん。両方ともキープだよ。いざっていう時のシェルターはたくさんあるのに越したことねえだろ。なんでお前ばっかり。一つぐらい俺に譲れよ。バカ、お前じゃ無理だよ。じゃあなんかコツあんだろ、それ教えろよ。言っとくけどな、あの女には通用しねえぞ。あたしプッツンって呼ばれてんだよ。そんな感じ、自分で言ってんだよ。プッツンだって。うるさいよ。約束したでしょ、今日は行くって。
彼らは心の中に富への懐疑を抱いています。我々大人はそこに時代の底流の変化を読み取るべきでしょう。未来のために今を頑張ろう。永遠の繁栄と成長のために。これ我々大人の論理です。学校はそれを若者に叩き込む装置だった。こうした仕組み自体がほころびつつある現実を彼らは人より敏感に察知し、身をもって警鐘を鳴らしているんです。彼らは人よりほんの少し敏感なだけなんです。彼出て行ってしまったんですが。どうしてその鋭い感受性を外に社会に向かって表現しようとしないのか、我々大人が信用できない。このダブルスタンダードが常態化している世の中に参加することすら拒んでる。うちにこもり、ただひたすら感覚だけを磨き続けて、歴史も伝統も習慣すら拒み、全てから孤立し、まるで閉じた世界の神となって、クソガキどもだ！でもそろそろ考えないとな。このご時世だし、危機管理ってこともあるでしょ。危機管理？あんた危機管理って漢字で書けんの？いや、マジな話。なんかお父さんみたつん、一緒に住まないか？なんで？なんで？なんでってお前。だって一緒に住んでんじゃん。いや、そうだけど、でもそういうことじゃなくてさ、なんつうのかな。っていうかわかんでしょうよ、俺の言いたいことぐらい。それに言っとくけど、ここ仮住まいだから。それ見てみ。ほら、ちょっと夢がないでしょ、このワゴン車。それにさ、も俺もこんな生活疲れたっつうか、なんつうか。じゃあ夢見てていいんだ。食べさせてくれんでしょ、ご飯一緒。いや、まあそういうことになんのかな。私さ、マンションでもいいよ。あんま広すぎるとさ、お掃除大変じゃん。お台場の方とかどう？今から買うなら絶対高層マンションだよ。内装はさ、バリ風とかエスニック調な感じにして、あ、それだったらデザイナーズマンションとか、今時のマンションの方が絶対いいよ。よくない？
見たんだ。ああ、お前か。今、母さん買い物行ってる。すぐ帰ってくるから。食事していきなさい。やっぱりね。久しぶりだよね、父さん。でも自分の娘がどこで何してるかも聞かないんだね。全然関係ねえってな。全然怖くないよ。だっていつもと変わんないし、みんな優しいよね。当たるじゃん。こんなにたくさん人がいるんだぜ。見つけたらみんなでボコボコにしてやろうぜ。警察は渋谷一帯で一斉捜査を実施するなど、
今も厳戒態勢を敷いていますが、犯人の手がかりは全くつかめていない模様です。実は問題の根がこうした対策を超えたところにあるのではないかという危惧を抱いているのは私だけではないはずです。Thank you.
やっぱ変わってんだね。こんな時間に筋トレ？お散歩？どっちにしても似合わないね。時々変になるんでしょ。で、どうしようもなくなって、わけもわからず走り出す。うるさいよ、私。当たり込み中、ごめんなさい。アンチのことどう思う？あんたは答えない。いいの。必ず答えがあるよりいいわよ。何でも必ず答えがある。着るならこれ、住むならどこ、選ぶならこんな男。私は自分で答えを見つけたい。説明なんていらない。なのにいつも先回りされて答えが用意されてる。私ね、すべて持ってた。女の子に必要な全部。溺愛する両親、友達、ボーイフレンド。嫌な子でしょ。退屈だった。すっごく。不幸だよね。不幸がないなんて。でもね、あそこでガンジー見てて気づいたの。不幸がないことが不幸なんじゃないって。ガンジーも、なんか探してるってこと。あんたガンジーと似てるよ。でもあんたにできる。あそこは裸で寝っ転がってられる？できないよ普通。お前が勝手にそう思ってるだけだ。うん。でもあんたもね。あんたも勝手にいろいろ思ってるでしょ。
ねえ、ヘッドフォンいらないね。こうしてると音楽が聞こえるみたい。何笑ってんのよ。感じたままだ。感じたまま回せばいい。感じたまま。うん。Thank you.
お父さんいるかな、あの世帯主の人とかさ聞いてる？防衛施設長がさ騒音対策に予算つけるってんで780万か、うん、ここはさ建てたと両にした、いやしててもいいんだよ全然 OK だ、うん、家の人はいない、共働きか、そら働きすぎだお兄さんは何してる人？あれか、今流行りの双方ってやつだ、パソコンこうやって一日中な、ほら要は何やんだ、それともあれだ、ただの引きこもりとかか、あ無理ねえよな、ろくな世の中じゃねえしな、俺が引きこもりてくれだよ、ったくよ家の中が一番ってやつだろまあどっちにしたってこううるさくっちゃな、だからこの機会によしっかり騒音対策しとこうよ、これ読む、じゃあここ置いとくわ、また渡しといてよ、エアコンとかさ、ちょっとごめんな上がるわ、エアコンとかさ全部の部屋についてんのかな、ここはついてんな、うん、お兄さんの部屋とかなかったらエアコン取り付けとか、あとはねサッシの交換とか、うん、そういうのでもいいんだよ、家の人いないか、2階か、家の人はいませんかなんつったいねえか、まあどっちにしたってよ防衛施設長が予算出すんだからな、しかしここは飛行機がうるせえだろ、ついイライラして親子喧嘩冗談だよ、いや冗談でもないらしいな、結構あるらしいぞ騒音のことで家庭崩壊、
たのこと見えないみたい。あんたがニュートラルだから。でもそれでいいの？イエスかノー、みんなどっちかだよ。どっちかにつかないと世の中って動かないのかもしれない。動かしたいんでしょ。
なんか言いてねえか。あいつプッツの知り合いか。ガンジーは。だったらもういいだろう。俺たちには関係ねえ。あとはお前に任せようぜ。もうあの女に義理立てする必要ねえだろ。これ以上首突っ込むとやべえぞ。あの野郎、何ムキになって足に回ってやがんだ。確かに関係ねえ。でも一体何になる関係あんだ俺たち。俺はお前のこともよく知らねえ。プッツーのこともガンジーも。なあ、俺たち一体何なら関係あんだろうな。おい、お前どうすんだよこれ。金魚の糞みたいにフラフラついてきやがって。金魚の糞だよ。うんこみたいな顔して何言ってんだよ。なんだよお前。
に